今日の午後3時にフィリピンの東海上で台風13号が発生しました。まず雲の画像からご覧ください。現在ですね、このフィリピンの東海上にありますこの渦を巻いた雲、これが台風13号となります。でこの後ですけれども、台風は北上した後、週の後半はですね、だんだんと西寄りに進路を変える予想です。このようにフィリピンを横断して、週末には南シナ海を西に進むというふうに見られております。日本の陸地からはかなり離れたところを通るということと、この台風あまり発達をしない予想です。日本への影響はないと見ております。ただ一方でですね、もう一つ熱帯低気圧があります。こちらに映っております渦を巻いた雲があるんですけれども、これはまだ台風にはなっておりません。熱帯低気圧です。ただこの後高い海水温によってですね、発達をしてくる可能性がありますので、引き続き日本の南海上の低気圧の動向には十分ご注意ください。以上、台風情報をお伝えしました。